スタジオの外にいらっしゃってまして、すごいよ、登場していただきましょう。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやいや、すいません、こちらこそ。お邪魔します。どうぞどうぞ、お座りください。失礼します。自己紹介の方を早速よろしくお願いします。はい、クリーピーナッツの R 指定です。 DJ 松永です。よろしくお願いします。すごい。いやいや、ちょっとクリーピーナッツさん、いやいやいや、すいません、本当に。いや、僕ほんまにその、はい、なんていうんですか、ようあるじゃないですか、ゲストに好きなんですよとか、はいはい、そんなんほんまに度外視してマジで好きですそういう社交辞令とかなしで。マジですか。そうらしいです。この AK レーシングさんの椅子が間に合ってよかった。このいい椅子に座っていただける。この我々も座ってます。そうなんですよね。そうなんですよ。結構ラップね、あのラジオの中でもラップ話したりしてくれてますね。 R さんが好きみたいですよ。いや、でも2人でバトルしてるのも聞きましたよ。 R さんが聞いてるって聞いて五臓六腑が全部恥ずかしになりました。もうあんな違う、ほんまに。いや、うん、こいつはそんな知らないですよ、正直。フリースタイルラップとか、はいはい、いやいや全然。で、僕は UMB とかも、めっちゃもう。こいつは知らんとか言う？いや、ちょ、あんま言わんよ。じゃあ、その。自分だけあげてよ。じゃあ、その。だから、その、はい、普通にラップせ。でも、好きな人からしたら、うん、もうほんま、だからイチローですよね、フリースタイルラップ。まあまあ、イチローです。お前にアーさんのすごいの知ってほしいの、いやいや俺は。あ、いや確かに確かに最強なんですよ。へー。その UMB という、うん、まあこれはもう当たり前の話ですけど、うん、はいはいはい。まあ言ったら M1、 おお、うん、M14 年連続取ってるからね。あ、え、4年連続。あの3なんですまあファンちゃうやん。あら、あるさん。あら、なんなん。いや、いや三と四のボケ、そう、ボケ。ボケ一番面白いんですよ。その価値観初めて知った。いや、まずはさ、今ほんまに流行ってるんですよ。流行ってんやん。三と四の。マジっすか。流行ってんやん。ついていけてなかったな。どうやらね、一番好きなんだ、鎮座さんっぽいっすよ。ああ。ありそう。ありそう。いや、あるさん、鎮座どう。あるでしょ、フロー派でしょ。いや、結構ね、いや、結構ね、俺ね、あの、男女見てますとか、あの、R さん好きですって言ってくれる人おるんですけど、その人が実はほんまに好きな鎮座さんってパターン多いんですよ。多いわ。鎮座さん多いわ。あれ存在やから。多いわ。芸能人のラップ好きで全員鎮座さん好きだから。鎮座さん、いや、そうなんですよ。鎮座さんも違う、もういろんな引き出しあるわけですよ。鎮座さんが好きな引き出し。ね、だから別に、だなんていうんですか、寿司、寿司と焼肉を比べてたら。これ R さんか鎮座さん選ばなダメじゃないですか。ほうほうほう。いや俺はもう寿司海ぐらい、そのいやもうレジャーと食べ物ぐらい引き出しがちゃうんですよ。こういう気分の時は鎮座さん。いやでもラップっていう一個のね、ジャンルですから。それはもうそれではもう比べられんぐらい2人まあ松永さんもちろんクリーピーナッツさんの完全に今配慮したじゃないですか。違います違います。なんか松永さんの話全然、いや僕はあの今配慮されたなと思いましたね。違います。なんなん、松永さんのビートもめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんですか。でもお前知ってるやろ、漫才劇場っていう楽屋で、あのもうクリーピーさんの合法的の、はい、あのあれですっごいフリースタイルバトルしてましたかね、あれでビートで。確かに。でもあの初めてね、その、はい、あの記者会見ね、4月のあれで会った時にご挨拶させてもらった時に、合法的飛び方のすべカラオケで歌いますってせいやさんに。そうおっしゃってくださってました。それね、なかなかいないです。私、まあ、ほんまにファンやと思います。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとリアクションメールも来てるんですが、はい、福岡県ラジオネーム、はい、ララバイ、はい、この番組が始まった当初せいやさんは、うん、R 指定さんとバトルしたいと吠えていたのですが、やめろやめろ燃やせ。それに、うん、せいやさんが持っているとっておきのパンチラインは、はい、せいや令和のみです。うん、あ、まあ言ってたな。言ってた。令和成り立てで、いや R さん聞いてんたんすか。聞いてました。ほんまに。でもそのなんか、ね、フリースタイルバトル、ね、はいはい、バトルっていうのはやっぱりこの言うても素人のせいやと R 指定さんが仮に戦ったら、はいはい、あの圧倒的に差がやっぱつくもんなんですよ。当たり前やろ。いやでもいやでもやってみないと。いやもうやめましょう。ほんまよくないよくない。よくないよ。でマージャン、まあ、あ、当てた。マージャンとかやったらね。嘘やろ。うわ、じゃあ先行はうわ、いきますか。最初、まあ、挑戦者が先行。じゃあ、せいやさん僕いいですか、じゃあ、はい、うわ、まあ、こんなんやってる。うわー、すげー。頑張れ、頑張れ、いけいけいけ。正直 R、
俺本当にこの仕事夢ある。今そう思ってる。でも今日はディスりたい。R指定さん何回も言われてるかもしれないけど、俺も初見で思った、はい、見てる時よりイメージより体半分ぐらいしかねえ。すごいちっちゃい。よ、小柄でもほがらかにするのがあんたらの仕事だから、ほんだらあほんだらという悪口も出てくるぐらい。でもレイヤーとせいやなら短すぎるがちゃんとせいやって何回も言われてきた。でも大丈夫、このコンビは霜降り明星粗品ですが一口どうぞと差し出すぐらいのこのラップ、これが道場。すまん、チーズのこと考えてたわ。クレイジーすぎるやろ。脳みその段階で耳を遮断すればいいだけだからな。全てのラッパーが聴覚を使うと思うな。それがラッパーの弱点。全員がお前のインをライブを聞いてると思うな。まずそこが固定概念。おーすげー、ポケットには収まらないぐらいの秘密を教えてくれたぜ。クレイジーマンだけど俺はジーマン。休みの風は飲まずにシラフでぶちかます。これが俺の合法敵とピー方、横にいる相方 DJ 松永のビートもちゃんと聞いてくれてありがとう。とにかく俺もファンだってこと伝えたいぜ。うえーい、すごい、すごい、すごい、すげえ、最強や。この僕らのね、うん、コーナーもさらっと入れてくれて、ほんまやな。それでもイン踏みまくって、いやちょ申し訳ないっすわ。これ勝敗はどうやって決まるんですか、見てる方が。あ、もう観客判定なんで、歓声の大きさで決めますよね。ですよね。松永さんと僕で、うん、完成というか、うわーって湧いたらいいです。そうですね、先行せいやで、ちゃんとやらんでいいよ。いやいや、Rさんやって。じゃあ先行せいや、あれとすいません、はい、高校、はい、R指定さん、 R指定さん、はい、わー、じゃあ R指定さんの勝ち。なんでやったの。いや一応、いやこんな見える未来ないよ。めっちゃいらん時間やった今の。せいやのラップはどうでしたか、松永さん。いやでもその、はい、あっちのラップをなんか聞いてると思うなよってのはすごい斬新でしたね。あれすごかった。そんなやつあんの。あれすごかった。あれよかった。正直この角度ほんまに実際バトルでやってるやつ見たことない。ありがとうございます。ない角度な。新しいパンチ。でも結局客上げたら勝ちだから多分上がるから。いや上がらないです。上がるから上げたら勝ち。いや上がる。チーズのこと考えてたら意味わかんないですけど。すげえ。いや嬉しい。いやこれはねほんとすごいよ。いやそうですよね。すいません。すごいクリーピーナッツさんが。だって僕らが違う人のラジオに呼ばれて、はい、ちょっと漫才やってよみたいな無茶ぶりってことですもんね。えぐいよ。いや、えぐいよな。そんなもんじゃない。すいません失礼な。いや、とんでもないです。適当に、今なんか俺の名前でやってみてみたいな。もうほんま即興でやらされてるみたいな。すごいわ。いやそれをさらっとやる。そしてもちろん松永さんのこの度量。ちょちょちょ2回目の配慮いらないんですよ。2回目の配慮出ましたね。配慮のたびに傷がついてる。僕ほんまにクリーピーさん好きやから。楽曲も好きやから。ほんまや。そのクリーピーさんが、はい、ミニアルバムを出されたんです。あ、もうすいません。どんどん言ってください、この良さというか。はいはいはい。どんな、はい、アルバムなんですか。8月7日に夜更かしそうだというアルバムが出まして、はいはい、2形態出したんですけれども。